皆さんこんにちは、三上雅史の趣味は園芸チャンネルです。始まりました、よろしくお願いします。さあ今回のテーマは、すべて100均で作る多肉植物の寄せ植えです。そうなんですよ、もう100円ショップがすごくてすごくて、僕いつも100円ショップ行って何か園芸に使えるものないかなってね、楽しんでいるんですが、普段僕がそうやって100円ショップで楽しんでいる園芸に使っているものっていうのをどんどんねご紹介していけたらなと思っておりまして、もう最たるものが多肉植物ですね。売ってるんですよ、100円ショップさんで。これほんとすごいことですよね。しかも見てください、こんなに種類も豊富ね、色も違えば形も違う、いろいろな種類の多肉植物をお店によってね手に入れることができます。なので100円ショップで手に入る多肉植物だけで素敵な寄せ植えできちゃうんで、そちら作っていきたいなと思っています。でもちろん多肉植物以外もですね、土であったり器すべて100円ショップで手に入ります。そちらで作っていきます。ではまず用意するもの、もちろん多肉植物です。はいね、今も言いましたけども、これだけいろんな種類がありますから、ご自身で好きなものを選んでください。でさらに土ですね、ポイントがありまして、すごいこれ見てください、サボテン多肉植物の土専用の土も売っちゃってます。今すごいですよね、いろんなそれぞれ観葉植物の土とか専用の土売ってるだけじゃなくて、基本の土、赤玉土だとか鹿沼土だとか、自分でブレンドできるように、しかもね小分けで売ってくれてるんですよ。だいたい土って大容量じゃないですか。こういう小分けがありがたくてですね、自分でブレンドして作れるんですね。僕土ブレンドするの大好きなんですけども、コーヒーみたいに。でこのサボテン多肉植物用の土、これだけでもまあいいんですけど、より育ちやすい土にするために、ちょっとこのままだと実は粒状の土、水はけのいい土が少ないんですね。多肉植物にとって水はけってすごく大切なことなので、排水性って言いますよね。それを良くするためには、こういったやっぱり粒状の土、赤玉土だとか鹿沼土、これあらゆる土のブレンドしている土の基本の土になってます。これを混ぜ込んでいただくと、より育ちやすい土、いい土に生まれ変わります。生まれ変わるというか、まあ、より良くなるということですね。なのでこちらをまあ購入できたら購入していただいて、もしくは普通の他の培養土ってのも売ってますよね、100円ショップで。それでも OK ですけど、それプラスどちらかでもいいです。赤玉土、鹿沼土を混ぜていただくだけで一気に土になります。それをやっていただくといいかなと思います。後ほど混ぜていきたいと思います。でさらに器です。器、これ普通にね100円ショップにもいろんないい器売ってるんですけども、多肉植物育てる上でやっぱり鉢底にしっかり穴が開いたものを選んでいただいた方が、基本外で育てますのでいいなと思います。なんですけども、おしゃれに飾りたいじゃないですか。何持ってるのって、じょうろ、鉢って言ったのになんでじょうろ持ってるの。じょうろに植え付けられるんですよ。こうやってブリキタイプのおしゃれなじょうろって今売ってるんですね。これ多肉植物植え付けることできちゃいます。ポイントがあって、これじゃ下に穴開けるんでしょ、それは手間かかりますよね。ちょっと切りで開けることもできますけど、このままいけるんです。水はどうやって履けるのか、ここです。ハス口、普通に植えて水やったとして、まあ、溜まっちゃいますけど、こっから捨てることがこうやってできるんですね。ちょっと手間かかりますけど、捨てるのもね結構楽しいんですよ。なのでせっかくなんで、おしゃれに今日はじょうろに植え付けていきたいと思います。ブリキタイプのじょうろを使います。そんなもんですかね。あとね、鉢底石っていうのも入れていくんですけど、今回ハイドロボール、大粒タイプのハイドロボール、水耕栽培に使われますね。これをねちょっと使っていきたいと思います。ワンポイントあるんで後ほどご紹介します。それでは作っていきましょう。でね、お家でね作る方も多いと思うんで、これねおうち時間でも楽しんでいただきたいんで、お家で楽しめる園芸用のグッズおすすめ、これ片付け楽々園芸シート、これほんと助かってます。素晴らしいですね、100円ショップさんで手に入るなんて。何がすごいって、これ開けますよ、100円ですから、ね、これをただのシートでしょと侮るなかれ、しっかり大きいですよ。よよよよ。で、ただただシートになったら普通に、ごめんなさい。ピクニック用のシートでもいいんですけど、これのすごいのが、ここなんですよ。ここを、四隅を、こうやって、よ、閉じることができるんです。止めることができるんです。
つまり土がこぼれにくい。この中でしっかりやって土を外に出さずに作ることができる園芸用シート、ね、室内でもこれ楽しめるものですから優れものなので本当おすすめです。こちらをね今回も使ってねやっていきたいと思います。ちょっとそっち見えにくいのでこっちはちょっと開けちゃいますね。はい、では作っていきたいと思います。さあまずですねこういったブリキのじょうろ、あちなみにブリキの今日じょうろタイプで作りますけど普通の鉢にも同じように作ることができますのでね、今回はちょっとこっちで作っていきたいと思います。まあ、お好きなものを選んでいて小さいのでもいいですよね。せっかくなら寄せ植えなんで何株か植えたいんでちょっとこっち大きめのを使っていきましょう。でまずはよ鉢底石を入れていきます。まあ、鉢底石っていうのを何でために入れるかっていうと水はけを良くするためなんですね。下の方まで土が入っているよりも下に大きめの石があった方が水がしっかり下にはけてくれますよね。そのために入れる、まあ、大きな理由としてはですねそのために入れることが多いです。でハイドロボールもその代用品としてね使うことができるんですよ。水はけいいですからね。でここでちょっと僕なりのポイントがありまして、特にこのじょうろタイプで植えつけるときにそのまんままず土入れちゃうとここがね僕も育てていて詰まっちゃってくるんですよ。で水はけなくなってくるってことがあって、でじゃあ鉢底石入れようって思って先に鉢底石入れて土やって植えつけたらそれもねやっぱだんだん鉢底石の間とかからここがやっぱこの水出るところですね、間のところの穴が詰まっていっちゃうんですね。でここによくある鉢底網とか敷いてから植えつけてみたんですよ。そしたらだんだんずれちゃって結局鉢底網ずれてない状態になっちゃったりしたんで考えました。これだと思って、これは他のね植え付け鉢の時もすごい楽で便利な方法なんですけども水切りネット使います。これも100円ショップで手に入ります。もしくはお家にあるものを使ってもらって構いません。ポイントは目の粗いものを使ってください。ストッキングタイプとかの不織布タイプとかも最近人気ですよね。あれだと目が細かすぎて結局土が詰まっちゃって水はけにくくなるので、こういった目の粗めのですね水切りネット、三角コーナーネットとかとして売ってます。これを使っていきます。どうやって使うかというと、もうこれがね鉢底網の代わりになるんですよ。でかつですねこの、まあ、今回ハイドロボール入れますけど鉢底石など入れていってちょっとこうですね。で入れる量としてはやはりこの水が出ていくところですね、ここまでしっかりと行くまで入れましょう。ここが詰まらないようにするためなので、はい、このぐらい入れます。これはあの他の鉢の時も使いますよ。鉢底石でも構いませんからね。で結んじゃいます。もうざっくり OK です。はい、でこのいらない余分な部分は切ります。これが便利なんです。植え替えるときに土とこの鉢底石が混ざっちゃうと、あの処分も大変だし分けるのも大変だしなんですけど、これだと植え替えのときにも別々なんです。すごく楽です。かつなぜ特にこのじょうろ鉢でぜひこれやってほしいかって僕はやるようになったかというと、ここから水が出ていく穴ですね、じょうろですからね。でサイドにあるんでここに鉢底網をこうね置いてもどうしても後でずれちゃうんですよ。でそこを土とか詰まっちゃって水が出なくなっちゃうんで、ここに今言ったネットに入れたこのハイドロボール鉢底石を入れていきますと、はい、しっかりと穴のところですね網の代わりに、鉢底網の代わりにもなってくれてしっかり閉じることができます。でこれはあの普通の鉢、あの他の鉢に植え付けるときも同じように使えますからね、これ便利なんでおすすめです。で次土です。土なんですがさっきも言った通りこれ使ってもらってそのまま使ってもらっても構いません。もしくはお家にあるねあの草花用培養土などでも使う方法として、赤玉土、鹿沼土、まあちょっとねお金かかりますからどっちかで構いません。どっちか用意してください。100円ショップで売ってます。今回はそうですね、鹿沼土の方をねちょっと使っていきたいかなと思います。で混ぜていくんですけども、サボテン、多肉植物用の土ですね、
これだけでもまあいいんですが、より水はけをよくするために混ぜていきたいと思います。ここに鹿沼土です。こちらを、まあ、大体ですね、ほんと同じぐらいの量半々でいいかなと思います。そんなに厳密にやらなくてもですね、ちょっと座ってくれますね。で、鹿沼土の方をつぶつぶしてますよね。で、非常にこのつぶつぶなものがですね、通気性だとか排水性を良くするんで、多肉植物にとって育ちが良くなります。ではこちらを入れていきます。ある程度土を最初、それでは植え付けていきますね。これだけ種類がいろいろありますから、お好きなものを選んでいただくといいですね。で、まあ今回はね、ちょっとたくさん購入してきたんですけども、もう必要な分だけお店でこうやってね、ポットのまま合わせてみて、でポイントとしては全部同じ高さよりもちょっとこうね、高さのある多肉植物も合わせながら、高低差を出して、そして色味も違うものを選んでいただくと、おしゃれな寄せ植えにできるかなと思います。で作っていきます。そうですね。で後ろの方を背高くするといいですね。高いものをちょっと後ろの方につけて、低めなものを手前にですね。土もこうちょっとね、高さを調節しながら作っていきます。でね、こうやって外していただくときは、まあ、ポットの方を持って優しくですね。で、まあ、根が張ってますよね。この根は傷つけないように、古い土をこうね、落とすっていうイメージで崩していきましょう。まあ、根が鉢の中に張っているので、根鉢っていうんですけど、根鉢はね、優しくほぐすような感じです。はい、古い土を落としましょう。おお、これが100円って思いますね。本当に素晴らしい。コスパ最強ですよ。普通にこれお店で予選してるものを買ったらいくらになるのか。で、最初ね、あのポットのまま合わせると3株ぐらいかなと感じだったんですけども、根鉢をちょっと崩しながらね、古い土も落としながら入れていくと結構入るんですよ。今 1,2,3,4,5 株ぐらい入りましたね。で、まあ、本当のその多肉植物を元気にずっと長く育てるっていう意味では、必ず1株1鉢っていうのはあの基本で、その方が元気育ちます。でも寄せ植えでやっぱり楽しみたいじゃないですか。その場合はこうある程度ね、でもしっかり入れてもですね、それでもタフにたくましく育ってくれます、多肉植物は。なので寄せ植えは、まあ、ずっとこの場所で長く生きさせるっていうよりも、今この時は寄せ植えとして楽しんでいるっていう、そういうふうに考えていただいて植えていくのがいいですね。デザイン性を持たせながら、である程度やっぱり大きく育ってきたら、この鉢では窮屈になってきますので、そしたら植え替えてください。で、そうですね、割り箸などを使ってね、この間にもしっかり入れていきましょう。割り箸などを使うと意外とまだまだ入るなっていう。というわけでできました。完成です。で、全て100円ショップで多肉植物の寄せ植えできちゃうんです。ぜひ皆さんもね、ご自身で作ってみてはいかがでしょうか。で、管理方法なんですけども、あの基本は外で育ててください。で、細かい方法はぜひね、あの別でですね、多肉植物これやっちゃダメっていうので育て方をお伝えしていますので、よろしければそちらの動画ご覧ください。それでは皆さん、ぜひ多肉植物育てて楽しんでくださいね。以上、三上雅史の趣味は園芸チャンネルでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。あ、水やったらここから捨ててくださいね。